準備は万端です。ディエネゲス、息子とお釣りをしたことは？あ、いえ、全く。兵士として生きることこそ我が誇りです。ざれ事だ、忘れてくれ。さて、運命と向き合おう。スパルタ人よ、我らの息吹が一つごとに我らを導いてきた。流れ出た血と汗と涙、そのすべてが我らを連れてやってきた。今ここにペルシア軍は我らを奴隷にする。なすべきは一つ、神々を奴らの流しで染め上げてやるのだ。何のために戦う？息子たちのために、娘たちのために、スパルタのために。
王よ、裏切り者だ。クセルクセスに山の裏道を知られたようです。すでにハハハハ。夜明けまでにお前たちは完全に包囲される。我らは最後までスパルタ人だ。スパルタ人め、その言葉は無意味だ。クセルクセスがお前たちを根絶やせ。この日をペルシアが忘れることは決してないだろう。そして明日世界は記憶するだろう、我らの戦いを。見つけた。ああ、すごいことよ、レイラ。本当にレイの槍なの？間違いない。本が真上に置かれてた。こんな幸運に恵まれるなんて。よし、始めるわ。本当に信頼できるの、この本。もしかして。お願い、ビクトリア。わかったわ、ボス。今準備する。さて、前回入った時から少し変更を加えてあるわ。最近のテクノロジー業界にはついていけない。最大近くシンクロ率を上げてシミュレーションしてもいいわよ。ご希望ならね。最速にして全て余さず見尽くしたい。派手にやらなきゃ意味がないものね。激しすぎたら言って、後で設定を変えられるから。これはアニムスのあなたにどれだけの情報が与えられるかを示すわ。
丈夫、私のことは心配しないで。少しくらい自由に動いても死にはしないわ、多分ね。もし助けが必要になったら教えて、すぐに戻すわ。ねえレイラ、行く前に。全てが変わる。この本、この槍、この話が正しければ。情報源として頼るのはどうかしら。歴史家だかなんだか知らないけど、魔法や神々について書いていた男よ。ホメラスとは違う。ヘロドトスは最初の歴史家として名を残した。事実も記されてる。イスの秘宝を探すなら子孫にあったと主張してた男を信頼するのが一番でしょ。そうだけど、私を信じて。この槍もこの本も全てが本当だって気がするの。それにアブスター号に先手を打たれて、これ以上遅れを取るわけにはいかない。あなたの言う通りね。でも一つだけ問題があるわ。何なの？控えめに言っても、この本は状態がいいと言えない。槍から見つかった DNA は二人の人物のものだと分かったわ。どちらの DNA を追うか選んで、選択はあなた次第よ。彼なら正しい道を示してくれる。了解、やっと行けるわね。紀元前431年へ出発。ペロポネソス戦争の始まりよ。幸運を祈るわ。プレッシャーをかける気はないけど、あなたが頼りよ。もうアブスター号の好きにはさせない。本の内容が真実で秘宝を見つけられたら、アサシンはやっと復活の機会を得られる。きっとやれるわ。そうだビクトリア、あの本を読んで。まだ見つけられてない秘密が隠されてるはず。わかったわ。ケクロープスから伝言だ。ヤツにクソ食らえって伝えろ。先週の分だ。クソ。お前は随分腕が立つそうだな。見せてみろ。近くに来たら見せてやろう。わかってるだろうが、ケクロープスは貸しっぱなしにはしないぜ。少し学んだ方がいい。教えたいことがある。自分で来いとキクロープスに伝えろ。まったく懲りない奴らだ。そろそろ勘弁してくれ。ああ、忠告どうも。
何があったの？なんでもないポイベ、もう全部片付いた。またキュクロープス？あいつまだ懲りてないの？らしいな。ああ、遠慮はいらないぞ。イカロスもどう？ゼウス様は私にもアレクシオスみたいにわしを授けてくれるかな？ねえ、頼んでみてくれる？ああ、わかった。頼んでやるよ。やった！それで、何しに来た？ああ、忘れるところだった。マルコスが探してたよ。一体何の用だ？さあ、新しい家に会いに来てほしいって。ブドウ園の。は？ブドウ園だと？あの野郎。サミに行く道沿いだよ。ワインで儲けるんだって。いつからブドウ園を持ってる？うん、昨日かな。あいつ、俺に金を借りてるんだぞ。それがブドウ園だと？どこにそんな金が？だよね。で、そのマルコスの見事なブドウ園はどこにあるって？アイノス山にゼウス様の像があるでしょ？その南。いつからブドウ園を持ってる？うん、昨日かな。あいつ、俺に金を借りてるんだぞ。それがブだよね。いつからブドウ園を持ってる？うん、昨日かな。あいつだよね。そうか、それじゃあマルコスに会いに行ってやるかな。ありがとうポイベ。マルコスに伝えてくれ。頭が。遊びはここまでだ。固め野郎に言っておけ。次会ったら残りの目をイカロスにくれてやると。身支度が終わったらマルコスに会いに行こう。
Πυρίπολε και τελετάρχα, θεόν πάτερ, ιδέκεγε, σκητούχε κούρε δι... ここが武道。この先だ。マルコスめ、今度はどんな面倒を呼び寄せたんだ？何度も言ってるじゃないですか。ダメですって。俺の農園だぞ、俺の好きに植える。ここじゃブドウが死んじまう、全滅だ。いいか、過去のことは全て忘れろ。手を取り合い、ワイン作りに革命を起こすんだ。いつか必ずこの日を振り返。アレクシオス、よかった。ホイベイは間に合ったか？おい、聞こえてるぞ。心配してた。キクロプスがクズどもをよこしたもんでな、お前を狙ってる。ああ、襲われる前に教えてもらいたかったよ。そんなことよりブドウ園を買っただと。どういうことだ、マルコス。悪いか？ワインが好きなんだ。みんなワインが好きでワインを買うんだろう。だったら俺から買えばいい。ブドウの育て方もワインの作り方も知らないだ。
飲み込みは早いぞ。ブドウを育てワインを作る、それだけだ。そんなに単純だと。おいおい、見くびってもらっちゃ困る。マルコスは常に計画的だ。なら俺の貸した金はあるんだな。お前から借りてる金？ああ、もちろんある。いや、まあここにはない。じゃあすぐに取ってこい。ああ、うん。でもお前の方が話が早そうだぞ。サミにいるある商人が、俺はこういうのは得意じゃないし。貸した金を自分で取りに行けと。サミでお前が取りに来るのを待ってるんだ。その商人って？デュリスだ。知ってるだろう。いいやつだ。デュリスだと？もう奴に金を渡すのはやめろ。どこまでバカなんだ。いつも返してくれる。俺が脅した後でな。その通り。みんなが得をする。デュリスは金を手にし、俺は利子をいただき、お前は仕事ができる。ケファロニアはいいとこだ。やつの居場所は？サミの鳩場を見下ろす店だ。知ってるだろう、アレクシオス。確かなのか？キューティアじゃあるまいし、そんなのわからないよ。で、どうすればいい？オリーブ油の時みたいなやり方はダメだぞ。あれはやりすぎだった。金は手に入っただろう。だがそれきり何も得られなくなったんだぞ。殺しちゃ元も子もない。脅す、痛めつける、物を壊すのも金を巻き上げるのもありだ。だが客には手を出すな。やむを得ない時は別だけどな。やつは金を持ってるんだろうな。ブドウ園を売りたくはないだろ。当然だ。あ、それから他にも相談したい件がある。また後でな。わかった。だが馬を使わせてもらうぞ。歩いていくには暑いし遠すぎる。おい、ずいぶん安い利子だとは思わないか、マルコス。みんなが得をする。確かにその通りだ。好きなのを選んでくれ。左の馬はスキュロス種か。たくましいのに目をつけたな。まるでヤギみたいに山道にもしがみつくぞ。真ん中のこいつ、どんな馬だ。美しいだろう。あの馬はテッサロニアから来たんだ。度胸の良さが売りだ。はあ、そうだな。右の馬が気に入った。マケドニア種か。戦闘用に育てられた奴らだ。まさに戦士の馬さ。よし、決めた。どの馬にしたんだ。左のだ。ああ、そうか、いいのを選んだ。だが実はこの品種にはちょっと癖があってな。そんな馬を連れて行かせるのは気が引ける。よし、こいつだ。本気か。これは決まりだ、マルコス。これでみんなが得をする。特にお前はな。他でもないフォボスを選んだ。頼りになるぞ。フォボスか。ジュリスから俺の、いや、お前の金を回収したらサミの神殿に来い。おー、エウトルペ、ワインならまだあるぞ。安心しろ。後にしてよ、フォイベイがさらわれたの。誰に？キュクロープスの手下よ。大通りのすぐ脇で連れ去られたの。どっちへ行ったんだ。クティメネ海岸の方へ行ったわ。海岸？あの子泳げるのか。俺が行く。頼んだぞ。だがデュリスのことも忘れないでくれ。
下へ。いた。見つからないように近づこう。ソラ。どうどう。ロープスにたんまり身代金が入るな。そんなの誰も払わない。みんな貧乏だもん。静かにしてろよ。この草で隠れられるな。残りのクソども逃がすわけにはいかない。マルコスの野郎。ホイベーを助けよう。大丈夫か？うん、前なんて噛みつくからって口に布を突っ込まれた。ポイベ、とにかく気をつけろ。今は一人なんだ。もう親はいない。平気、あなたがいるもので。あなたには私とマルコスがいる。私たちは家族でしょ。ねえ、そんなことでは勝てんぞ。負けないで、倒せるわよ。取った。ほら、立て。はい、父さん。スパルタ人は倒れてもすぐに立ち上がる。構えてみろ。足を開け。戦士は大地を踏みしめる。うん、いいぞ、いいぞ。なあ、さあ来い。そこまでよ、ニコラオス。日が暮れるわ。そろそろ食事にしましょう。何？今夜のうちの夕食はカサンドラにしよう。すごいごちそうだぞ。ダメ、代わりに僕にして。美味しいから。蜂蜜みたいに甘いものね。さあ入って。子羊が焦げる。ほら、
お前が寝かせてやれ。はい、父さん。アレクシオス。我が最大の誇りを忘れるな。この家に栄光をもたらすのはお前だ。さあ、そうだな。心配しすぎだよ。そっちはしなさすぎだ。気をつけ合ってれば大丈夫。そうだ、あいつら背後には気をつけろって言ってた。どういうことだ。キュクロープスが懸賞金をたくさんかけたって。イシケンのタロスが狙ってる。傭兵のタロスが、はあ、面倒事が絶えないな。やられる前にやらないと。タロスはすごく嫌なやつらしいよ。街に帰るね。ありがとう。石剣のタロスか。ちょうどいい。もう一つ花を折りたいと思ってた。肩をつける時が来たようだ。ソラ、進め。サミだ。デュリスは店にいる。繁盛してるみたいだな。金を返してほしけりゃ自分で来いとマルコスに伝えるんだな。はあ、ああ、だから俺が来た。少し返済が遅れただけなのに、マルコスは利子込みで2倍の額を要求してきたんだ。払えるわけない。2倍？ひどいな。マルコスにもそう言ったんだ。知ってるだろ、あいつは極端なんだ。早く払って終わりにしろ。もう支払いは終わりだとマルコスに言ってくれ。傭兵なんかに従う気はない。キクロープスに金を借りるような愚か者にもな。
キクロープスに？ブドウ園はそれで買ったのか？なあ、マルコスが大事なのはわかる。子供の頃の恩があるんだろ。でも知っての通り、あいつはどうかしてる。くそ。けどそれであんたの借金が消えるわけじゃない。よく考えろ。キクロープスに捕まったら二人とも死ぬぞ。言ったろ、マルコスには十分払った。仕事はどう、アレクシオ。商品だぞ。分かった。払うからやめろ。分かった、金は渡すから。もう行ってくれ。いい取引ができたよ、デュリス。おい、俺の名を口にするな。そっちの借金のせいで俺までキクロープスに追われるだろう。もうすぐキクロープスが来るぞ、バカが。さっさと金を出せ。期限を延ばしてもらえないか。払わないと、あの人は船でケファロニアに戻り次第、お前をぶちのめしに来るぞ。まあまあ、落ち着いてくれ。いつまでも傭兵の陰に隠れてはいられないぞ、マルコス。お前も傭兵も殺される。この辺をうろついてるあのチビもだ。わかってる、大丈夫だ。金は用意する。よし、出ないとキクロープスはお前をヤギの餌にするだろう。アレクシオス、その笑顔でわかるぞ。デュリスが金を支払ったんだな。誰が笑ってるって。ブドウ園を買った金の出所を聞いたぞ。どうかしてるんじゃないのか。金なら取り戻せる。 だろう、できるはずだ。大仕事になるぞ。うまくいくかもわからない。もうやってみるしかないさ。ならちゃんと手伝えよ。全部押し付けられるのはごめんだ。うん、昔は良かったよな。覚えてるか、何もかも単純なもんだった。若く孤独なお前には何もなく、俺には全てがあった。そして俺はお前に世界を、ケファロニアを与えたんだ。随分と珍しい魚だな。腹ペコか。
取引するのはどうだ。俺はお前の力になる。お前は俺の用事をこなす。誰も損しない。いい話だろう。ん？な、どうだ。待て。ケファロニアが贈り物か。お前はマルコスがいなければどうにもならなかったのに、今や見てみろ、孤児のその身がアバラヤを持つ傭兵だ。そして今はキクロープスに全てを奪われかけてる。いつまでも守ってはやれない。俺も殺される。奴を怖がることはない。自分を見てみろ。どうやって戦うと？どんな武器で？錆びた槍？折れた弓でか？いたね。まったく、神殿なんかに隠れたって無駄だよ、マルコス。ドルシラ、お前のことを話してたんだ。おい、例の木材が必要なんだよ。新しい弓はきっと島中の注目の的になる。でも盗賊どもが木材の輸送を止めてるせいで何も作れやしない。まったくだ。今ちょうど友人のアレクシオスに詳しい話をしてた。盗賊をどうするか、もう作戦も考えてある。悲しいが怖いやつだぞ。誰でもいいから、今日こそは誰かが盗賊に痛い目を見せてやらないと。その通りだ。俺としては、あ、キクロープス問題を解決するいい手を思いついた。帰らないと。時間ができたら会いに来てくれ。木材が必要なら、まずこの壊れた弓を直してほしい。報酬の先払いはしない主義だが、さっさと終わらせたいからね。ついてきな。この弓たちは私を豊かにしてくれる。そんなにいい品か。戦争が迫ってるからね。アテナイがスパルタを撃退したいならいい弓が必要になる。誰もが得をするってわけだ。マルコスの受け売りかい。いつまでもくだらないことばかり言ってるんじゃないよ。けどあんたならこの戦争で人財産作れるだろうね。実はスパルタ人って聞いたよ。遥か昔にな。今はただのケファロニア人だ。さあ貸しな。できたよ。これで新品同様、ヘラクレス並みの強さだ。試してみな。あの人形を狙って撃つんだよ。私の木材を取りに行っておくれ。あの盗賊どもにお仕置きしてやるんだよ。分かった。木材の問題は解決してやる。やっとか。あんたみたいな身代わりがいて、マルコスは本当に運がいい。木ならたくさんあるだろう。なぜその木材が必要なんだ。私は新型の弓を開発してるんだ。柔軟性と耐久性に優れてて、射程距離も長くなる。でも高い山にだけ生えているかなり特殊な木でしか作れない。盗賊の居場所は分かってるのか。そうね、私には山のどこかくらいしか分からない。西西港の八重地あたりを調べたらどうだい。盗賊は任せて。ああ、よろしく頼んだよ。急ぎでね。できる限り盗賊を早く片付けて、必要な木材を持ってくる。待っててくれ。すぐにその。は
マルコスがどれだけはぐらかしてきたか知ったらそんなこと言えないよ。さ、今度はあんたが働く番だよ。木材を持ってきておくれ。待ち伏せされたのはここだ。周囲を調べよう。足跡が多いな。この辺りから西に向かった一団がいる。空になった荷場所が放置されてる。積み荷の量を考えれば近くにいるはずだ。逃げてるところを後ろからか。盗賊の仕業だな。あれだな、盗賊の野営地だ。
忍び寄るのがいいな。
はマルコスの頼れる用心棒じゃないか。さて、頼んだことは終わったのかい？盗賊を見つけて始末してきた。木材は直に届くはずだ。傭兵の言葉なんて鵜呑みにはできないね。疑われるだろうと思ったからな。だからこれを持ってきた。証拠だ。あんたが欲しがってた特別な木材だろ。これだけ苦労したんだ。アポロンの弓だって作れるだろうよ。オヤマ、あんた本当にマルコスの相棒かい？あいつは一度も約束を守ったことがないやつだってのに。手は組むが一緒にしないでくれ。俺は約束を守る。さあ報酬だ。マルコスには内緒だよ。サミか、争いごとに巻き込まれずに出発できるだろうか。冗談はさておき、ここはちっとも変わってない。立ち去るんだ。
やあ、傭兵。旅のお供にケファロニア一新鮮な野菜はどうだい？野菜を買いに市場に来たわけじゃない。みんなそうよ。うちの品はもう腐りかけてる。ケファロニアを出るのに必要なドラクマを稼いでるんだ。いい加減にどこかへ行こうと思って。同感だ。待ってくれ、クレウサ。彼ならできるかな？できると思う。まず何なのか言ってくれ。傭兵、あんたサメは怖いか？あの歯を見たことは？ああ、もちろん。だからもう二度と近寄りたくない。ケファロニアを出るいい方法があるんだが、サメが障害になっててな。サメが？奴が貴重な首飾りを守ってる。それを手に入れて売り払えばケファロニアから出られる。年寄りの盗賊が最初に見つけて、それを神殿近くの岸に埋めたんだ。そのバカ、よく考えてなかったのよ。水位が上がって今じゃ首飾りはサメが持ってるかもしれない。野菜で稼ぐのもいいけど、首飾りがあれば一番よ。それほど価値があるなら俺がそのままもらうかもしれないぞ。でも人のために良い行いをしたいでしょ。この暮らしから救い出してくれないの？箱の中に入ってる。取ってきてくれたら、ここを出ていくのに必要な分をもらって、残りはあげるよ。よし、サメを始末しよう。串刺しにしてやって。南にあるクラニオイの遺跡の深部にいる。埋められた宝には何かしらある。首飾りはプロクリスのものだったらしい。ケファロスの妻さ。二人の結婚式の前夜、定説の約束として送られたと言われてる。その結果はみんなよく知ってるがな。よくある話よ。少なくとも彼はプロクリスが死ぬ前に戻った。その遺跡は島のどこにあるんだ？ゼウスの沈んだ小島を知ってる？そこへ行けば遺跡が見つかるわ。サメの神殿へ行こう。これが済めばもう野菜を見なくて済むわ。ここは慎重に行動しよう。
περικαλύπτοντας το ιδιαίτερο σώμα.怪我はね、あんたらしい依頼だ、エロス。こっちも取ってくるのはお前だと気づくべきだった。アレクシオスは働き者だしな。嫉妬するからマルコスには言うな。他の連中からも働き手を募ったが、お前はいつも熱心だな。今回は何のための怪我だ。アテナイ軍が鎧用に欲しがってるんだ。連中は身を守れて、俺はドラクマを得られる。受け取れ、全部片付けたぞ。おまけに早かったな。報酬を受け取れ、よくやった。厄介事は避けろよ。その言葉そのまま返すぜ。全能なるケファロスよ、どうか我らに勇姿をお使わしください。あなたの槍にふさわしいものを、あなたの女神官をお助けください。呼んだか。ああ、アレクシオス、驚いたわ。なぜ勇姿を求めてるんだ。
ケファロスの槍を得るのにふさわしいものが必要なのよ。聖域にある石の彫刻を解読していたの。神殿が建てられた時、ケファロニアの地下にある洞窟にその槍が隠されたそうなの。それを手に入れてくれないかしら。報酬は出すわよ。槍が洞窟の中にあるなら見つけてこよう。あなたはケファロスの使いだわ。ケファロスの槍？アレクシオス、ケファロスの話は子供の頃に聞いたでしょう。そういう機会はあまりなかった。ああ、確かにそうね。ケファロスがケファロニアを築き、オデュッセウスの血脈が始まったの。決して的を外さないと言われていた彼の槍は神々から授けられたものよ。きっとその槍で妻を殺した時に洞窟に隠したんだわ。外れることのない槍を妻に投げたのか。狩りの最中、茂みに音を聞いた彼は槍を投げた。それは妻で、悲しい話よ。危険な槍だ。そう、誰かに向けて投げた場合はね。どうして槍が必要なんだ。兵士になるつもりじゃないだろう。もちろん違うわ。でもケファロスの槍があればたくさんの人が社に来てくれるはずよ。寄付が集まればいろいろなことができるでしょ。聖域を修繕したり、サミで飢える家族に食べ物を与えたり。それで槍はどこにある。ケファロニアの地下洞窟の奥に隠されているらしいの。北に入り口があるわ。まずはそこから調べたらどうかしら。手がかりが少ないな。神々を信じていないのね。ケファロスが私たちに槍を託すつもりなら必ず見つけられるはずよ。探してみるとしよう。ありがとう。聖域に報じる祭壇を用意しておくわ。Φαντασίαν πλέον.
見つからないようにしよう。
アレクシオス、槍のことで戻ってきたの？見てきたぞ。よかった。それで見つけられたの？洞窟を調べたが槍はなかった。聖域に活気を取り戻せたらと思ったのに。でもこれもケファロスのおぼし飯ね。